はい、ではですね、続きを始めていきましょう。前回使ってしまったアイテムをですね、補充して戻ってきましたので、今回はレベル4の、ダンジョンに向かっていきましょう。ということで、レベル4はですね、なんと、このね、前回のあの、迷い道、表だと、ここの道を上へと進んでいくと、レベル5のダンジョンがあったんですけど、今回レベル4のダンジョンはですね、あとこの迷い道のこの岩を動かすと、このように入ることができる、ダンジョンになっております。こんなん誰が気づくんだみたいなね。かなり初見殺しな内容になってます。さあ、今回はね、かなり難しいダンジョンですので、まあちょっと、ぐだること必須ですけど、まあいろんなテクニックを駆使して、まあ、やっていこうかなと思います。まあとりあえずこのデグド側ね、笛を吹くと小さくなって倒せるようになるんですけども、早いな。早い。どれか一匹でも倒せばいいんだよな。よし、倒した。倒したら逃げます。そうすることによって、なんとね、倒した扱いになるんですよね。これはちょっと初めて知ったんですけど、まあちょっとね、さすがにかなり厳しいので、小ずるい手も使っていこうかなと思ってます。あと、ここはですね、この、耳の生えた可愛いウサギみたいなキャラクターがいるんですけど、こいつがポルスボイスっていう名前で、ファミコンのあのゼルダだと、なんか耳、大きな音に弱いらしいので、ファミコンってコントローラーにマイクがついてて、そのマイクに、その音を、出すと、おお、ちょっとこっち来た。アホなことやってる場合じゃないな。音を出すと、倒せるっていうキャラクターだったんですけど、ニンテンドースイッチは当然それがな、マイクがないので、どうするかっていうと、2P のコントローラー使います。まあなんか私のコントローラー透明なんですけど、2P コントローラーの L と ZL、もしくは R と ZR を、まあ、押しっぱなしにすると、なんと倒せるという、まあこういったずるいって技もあります。おっと、タイムが出た。タイム欲しい。タイム欲しいけど取れるかな？あー取れなかったか。くそ、まあしょうがない。まあ、正直、あとここ倒した方がいいんだけど、こいつら倒せばコンパスがもらえるのでね。倒すんですけど、かなり厳しいです。足で倒すのは。なので爆弾を使っていきます。さあ、いけるか。最初の関門ですね、これが。一匹倒した。二匹目、倒せない。あと一発で倒せるだろう、お前。あ、くそ。マジか。いや、あと2発か。くそ。いや、厳しいな。これ、爆弾、やばいやばいやばい。爆弾ふんだんに使わないと。ダメだな。ただ、倒せて。やばい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 。おい、2匹、2ターン。ワンターンダブルキルした。あと、こいつ。爆弾使い切っていい。しょうがない。くっそ、もう爆弾がね。あいつラスボスだな。このフロアの。倒せるか？青タートナックはマジで硬いからな。このゼルダの伝説の中で一番強い敵だと言って過言ではないですね。これやばいな、もう。ブーメランも効かないしね、こいつ。一発当てた。逃げろ。逃げて。あ、ダメだ。カット。頼む。あと一発。あと一回爆弾当てれば多分勝てる。あー、まだか。どんだけ勝てんだよ、お前は。よし！よし、なのか飛ばした。あぶねえ、マジ、ここやばいな。アウターアートナックがマジでやばい。ちょっとね、暗雲立ち込めるな。うわ、この部屋もまずいな。この部屋は敵を倒す必要はないんだけど、赤バブルっていうのに当たると一生剣が触れなくなるんですよ。で、どうやって解除するかっていうと、青バブルに触れて解除するしかないんだけど、やばいな。青バブル以外に当たったらまずい。やばいやばいやばい。タイミングがつかめないな。今。よしよしよし、なんとか、ノーダメージで、これだ。で、ここはザコですね。癒しですね。もはや。
はい。雑魚すぎてちょっと話にならないレベルの雑魚部屋で、雑魚部屋でしたね。あ、ここは、ちょっと待って。ちょっとカット。はい、すいません。この部屋はね、まず、NP コントローラーで、ポルスボイスを倒す。そんで、羽とか欲しいけど、いや、行ってる場合じゃないか。おー、そっち来ん、マジかよ。危ねえ、今、なんとか。そっちかよ。ちょっと待って、うわ、下を向けない。下をとっさに向けない。危ねえ、ブーメラン装備してるの忘れた。ああ、やべえ、マジで。あ、なんとか、ついでに爆弾落としてくれて、ラッキーだな。あ、でも、ここ、あれだっけ、まあ、とりあえずちょっとね、回復しよう。無理だな。このダンジョン、やばいかもな。ここで命運尽きるかもしれねえ。クリアできっかな、ちょっと。怪しい。ちょっとね、自信がないや。まあ、とりあえずここでバイブルを、降りていきます。はい。バイブルですね。正直あんまりいらないんですけど。あまりね。あんまりいらないんだけど、アイテムは全部取るって決めたんで。うわ、当たっちゃったよ。まあいいや、一発だな、まだ。邪魔。よしよしよし。いや、大丈夫かな。かなり厳しい、正直。鉄砲爆弾で開けます。あれ？こうじゃなかったか。違う、爆弾じゃない。ごめんなさい。ちょっと無駄な爆弾を使ってしまったので、ちょっと巻き戻します。はい、すいません。ここはですね、押し続けると通過できる壁でしたね。で、ここには爆弾を、100ルピーで12個まで増やしてくれる。限界数を上げてくれるジジイがいるので、助かりますね。唯一の良心といったところでしょうか、このダンジョンの。さあ、ここはタートラックか。スルで、鍵なんでね。あー、くそ。スルさせてちょうだい。頼む。頼む、スルさせて。おい、ちょっと、それはなし。それはなし。それはなし。はめ。はめはなし。いや、もう死ぬな、これ。これ死ぬ。うわ、ここはもう、スルなんて。スルさせて、オッケー。あぶねえ。いや、もう、こいつらがもう、両親。タイムとかが出てくれればな。楽なんだけど。さすがに厳しいか。ここはね、右に行くんだけど、ちょっと暗くて見づらいな。お前邪魔だな。よし。どういう地形だっけ、これ。ちょっと待って。どういう地形、これ。あー、まあいいや。あ、そういう感じか。なるほどね。よしよし。これ、雑魚ども相手じゃなく、あー、ここで。もったいないな。せっかく爆弾。いやー、12個の時に取るもんじゃないよな。まあいい。とりあえずここで。どっちだったかな。上行きます。あ、違うな。こっちだな。上行って戻って、こっち行きます。あ、ここ爆弾か。ちょっとね、喋ってる余裕がない。今回は本当に。で、こうだな。ここはまだ。よし。当たんなかった。うっそ、マジか。あ、待って。頼む。あ、くそ、これじゃダメだ。ダメだ、くそ。当たんねえのかよ、くそ。やばい、死ぬ。うっそ、マジか。マジ、ダメだ。わ、おしょ、おやよし、あ、くっそ、待ってく。あ、いや、よし。なんとか倒せた。危ねえ。くっそ、この邪魔だ。あ、くそ。死ぬ。そして、ここが、このダンジョンのラストボスですね。これね、多分無理だな。今の装備だと。
多分無理なので、ちょっと一応ね、タイムが出たら勝てるんだけどね、タイムが出るのにかけて、戦うしかない。多分無理なんですけど、まあ、とりあえずやってみます。タイム出ろ。頼む。あ、死んだ。ちょっとね、装備を整えて戻ってきます。この部屋はね、ちょっと、敵倒さないとマップがもらえないんですけど、マップ取るために、なんとか倒します。はい、装備を整えて戻ってきました。では、リベンジ。できるか。爆弾に頼るしかない。ホワイトソードだと威力が低すぎるから。もうこれで、頼む。当ててくれ。くっそ。まあ、今の結構食らったろ。一匹倒したか。一匹違った、まだまだ。頼む。あのハート欲しい。あとハート戻った。一匹。あと三個しかねえ、爆弾。くっそ、マジか。爆弾切れた後は剣で切るしかねえ。やばいな。使いどころ間違えたか。うわ、やばい、死ぬ。ちくしょう。やばいな。ちょっと無駄に使っちゃったな、爆弾を。いや、これしかない。これしかないんだよ。頼む。頼む。当たってくれ。一匹か。頼む。あー、くそ、まずいか。あとちょっとしかいねえ。あと剣で切るしかない。あと剣で切るしかない。うわー、まだ生きてるか。くっそ、やばいな。くっそ、あともう剣で切るしかない。もう剣で。ああ、マジで強すぎる。しょ、頼む、頼む。ほぼスポーツなんだよな、もう。うわ、そんなところに予定どうする。あ、でも倒した。一匹倒した。あと4、3匹。かー、あと3匹か。くっそ。やばい、ああ。なんとか死ぬ前にちょっと。回復したい。おい、頼む。あ、くそ、あ、そうか、盾を。こいつ、あ、やばい、死ぬ、死ぬ。いや、いけるか、あと3体。届かない、あ、届いた、よし、あと2匹、あと2匹。剣ビームで倒す。ビームで倒す。頼む、倒させてくれ。あ、くそ、ビームが打てなかった。くそ。あとな、あとちょっとなんだ。あとちょっとなんだよ。あとちょっとなんだよ。頼む、倒させてくれ。くっそ、死なせてくれ。お願いだ、死なせて。生きるのをやめさせてくれ。ほら、餌だ。餌に食いつけ。餌に食いつくんだ。食いたい、おっしゃ、あと、よし、よし、いける、いける、いける。餌作戦、あー、くそ、やばい。餌で、あ、くそ、あ、くそ、曲がりやがった、こいつ。お前で最後なんだよ。やらせ、よっしゃ、やっと倒した、倒した。ああ、こんなものを取るために、こんなものを取るために何回死んだ、何回死んだかわからん。マジでもう、最終的には餌とかいう意味のないものにまれたよって。もう生も子も突き当てたよ。てかもう、だよな、ライフ回復も使い切っちゃったから。うん。一回戻るか。ただね、このダンジョンね、一方通行だからさ、ゲームオーバーになんないと戻れないんだよね。こいつは倒す必要ないんだった。あ、爆弾がね。あれ、ここ爆弾だよね。爆弾だったような気がする。あ、爆弾だ。爆弾を、戻ってきます。カット。はい、ちょっとね、爆弾が必要な場所があったので、爆弾と、あと薬も補充して戻ってきました。ここですね。さあ。おい、これもう当たんなよ。よし、ここだ。よし。なんとかね、ラスボスは倒せたんで。で、ここなんですけど、この左側を選ぶと、なんとね、ライフの最大値が減ってしまいます。なんと、ハートの器一つ分持ってかれるということですね。なんという、
敵だけじゃなく、じじいまで鬼畜なのかよ、みたいな。矢印の先の道を行けば、このじいさんはね、なんとか、ヒントを与えてくれる、まあ、いいじいさんなんですけど。あと、さっきの爆弾くれたじいさんもね、爆弾の最大値を上げてくれたじいさんも、まあ、味方なんだけどね。ちょっとダメージ受けちゃったからな。ビームが撃てなくなっちゃったよ。まあ、まあ、勝てるでしょう。多分、あのタートナックをね、倒すことができたぐらいですから。あ、ここ当たったら、元に戻るしかない。やばい。危ない、危ない。よし、よし、よし。はい。一応、ここはね、このダンジョンの形式上のボスの、デグドガさんです。さあ。下、下を押し、頼む。当たるか？くそ、これかなり厳しいな。一発当たったけど。ここに来るのま、よしよしよし、一発当たった。一匹倒した。これでね、はい、先ほど説明したように、一匹倒すと、もう全員倒した扱いになっちゃうんですね。はい、こういうバグがあって助かりましたよ。ということで、このダンジョンクリアと行きたいんですけど、なんとまだ行ってないフロアがありまして、まだこのダンジョンにはね、続きがあるんですよ。なんと、ここをすり抜けることができます。するとね、このように、なんと、まだ続くんですよ、このダンジョン。やばいでしょ。やばいよね。よし、なんとかね、爆弾とかを駆使して、進んでいこう。よし、あと一匹。赤タートナックならまだね、2、3発当てれば倒せるんで。あ、くそ。くそ、こっち来るか、こっち来るかよ。あーくそ。いやでも、死ぬかもしれん。死ぬかもしれないけど。うん、戻ってくんね、戻ってくんね。動きが不規則って、よし、なんとか倒した。青だったらやばかったな。ここは、あれか。うわ、やばいな。うん、ちょっと、回復も視野に入れつつ。よし、ビキ倒し。回復、回復、回復、回復。うん、余裕を持ってね、回復していきましょう。どどんご、どどんご。お、お、お、あ、なんだよ、それ出るな、さ。先に行ってよ。よし、倒した。よし、爆弾も補充。よし、ああ、こっち来てくれよ。頼む。どっちに移動する？こっちか。よし、ああ、いや、当たった。よし、倒した。よし、なんとか。結構いいアイテムを落としてくれたな。敵が。あ、くそ。アホ。いやね、このね、微妙に厄介なのね。よし、ここがラストです。ラストフロア。この死んでるラストフロア。あ、ちょっと待ってね。まず、この 2P コントローラーで。このね、2P コントローラーで、このウサ耳野郎を倒して、行きましょう。で、ここで切る。ここでね、ハマるんだよね。この地形を利用することができるがタートナックって、何の地形もないところが一番やっか。おい、おっしゃ、最後は簡単だった。最後はぬるかった。なんとかこのダンジョンをクリアすることができました。マジ疲れた。いや、マジでね、マジ大変。あの青タートナック、6体ぐらいいたよな。あれはマジでやばかった。はい、このダンジョン最後の、アイテムです。この後までグータってどうする？イカラですね。これで、フィールドにあるハートの器を、最後のハートの器。あれ？を回収することができます。ただ、それでもまだね、まだ11個なので、マジカルソードを手に入れれば12個必要なのでね、まだ足りないんですけど。なんとかこのダンジョン。ちなみに今の、マジカルロッドがあった部屋の、マジカルロッドじゃない、
イカラが、全然違うじゃん。イカラがあった部屋の左に行くとね、さっきのアウタートナック6体部屋に戻りますので、しかも一方通行で戻ってこないという鬼畜仕様。なんとか、レベル4のダンジョン、この D の形のね、マップが D の形のダンジョンをクリアすることができました。過去最高にやばかったですね。いや、アウタートナックやばかった。ということで、なんとかクリアすることができました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローとしていただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。